ハマグリスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です今夜のハマグリボーイはこの方ですはい、来礼事務京都松並ですよろしくお願いしますそしてもう一方、はいえー、週刊ファイトのあ藤井と申しますよろしくお願いしますついに我々プロレスロマンチームが <laughs> プロレスロマン会このハマグリ語文の辺で何回かもうこうこ積み重ねていきましたけれども夢の <laughs> そうですよね もうこ,こんな企画が実現するとはまさか思わなかったんですけれど、ねはい、藤井さんが私の <laughs>、ね、松並さんの夢をかなえてくださっていやもうね,ね今回夢のような話でそうなんですよ、はい、今夜実は今この収録は3月11日の月曜日の夜10時ぐらいに収録してるんですけれども、はい、実はその3日後 3月14日スタン・ハンセンさんと私たちは愛してのるハンセンですからこれも継承略の方がいいですよね今は直接愛する時はハンセンさんと言いますけれどもずっと愛し続けたレスラーですからスタン・ハンセンと継承略で対峙してインタビューをするということで。 前、えー、ご出演いただいた後ですよね、こういう話が出てきたのは。はいね、そうで、すね、はいうん、で藤井さんが、うん、み田さんあの、ハンセンがもしかしたらラジオに来てくれるかもしれないよと、<laughs> <laughs> こんな口頭向けなこと <laughs> <laughs> ハンセンがラジオに来てくれるかもしれないよ、はまぐりごもね来てくれるかもしれないよ、うん、という、ね、お話をいただきまして、はい、でいろいろ調整して、はい。 今のところきっと来てくれるはずなんですよね。そうですね。ま違もう一応日本に来たというね、うね連絡がありましたんで。そうで,すよで、3月14日の夜、心斎、はいはい、橋門座、松竹の劇場なんですけど、はい、そこでシンデレラエキスプレスの渡辺さんとトークショーをするということで、その前の時間、はいねえー、90分ほどいただきまして、はい、ただいろいろ準備とセッティングを含めて考えると、はい、実際インタビューできるのは、まあ、 30分ぐらいかな、ね、とまた思ってるんですけど、はいえー、なかなかね難しいですよその日はえー、でその6時半までにさ座の楽屋に入らないといけないさ、うん、座の楽屋にハンセンが入らないあかんのかね国を通るの話じゃないですかねこれは <laughs> スターハンセンが角 <laughs> <laughs> 座の楽屋に入らないといけなくて渡辺さんと打ち合わせもあるから、まあ、6時過ぎぐらいに入らなあかんのかな。はいはいで この番組のディレクターの佐山さんはその日、FM 大阪で生放送の仕事があってでそのあと急きょ我々が収録するのはなんと吉本興、はい、業の本社とだからスターハンセンがこのなにわの町を吉本と松竹をこうね行ったり来たりするという。ねそうなんですよ <laughs> <laughs> その発生はもともと新日本プロレスか全日本プロレスに移籍しましたけれども。うん、今回は吉本から松竹へと。素晴らしい。移籍というか移動をする。ってい,いうのが三点一四ですプロレス風に言うと。いや大阪ならではですよ。ね、大阪ならではですよ。NGK から加藤さんっていうね。 夢のような話ですような話で芸人としては。そうなんですよ、そこ、分かってくれるかな、ハンセン、この価値を、値打ちを、吉本から行くっていうね、吉本の、私、吉本、マネジメント、一部してもらってるんで、それでお願いをして、そのある部屋を押さえてるんですよ、吉本の応接室ただそのことを。てのは僕が頼んんだだマネーージャけやと思うで 結構もしかしたら吉本の芸人がいらっしゃったらびっくりすると思うんですよおそらくねえ、ハンセいるね吉本の本社にハンセン来てるね鈴木の芸人さん多いもんねびっくりすると思うんですけどその日はちょっと我々がインタビューをしてで、終わるやいなや藤井さんがアテンドして今度は稼働座へいや、タイトですね、すごくねでもよくまとめましたね まあまあでもね、はい、主に藤井さんあっての、ね、えー、企画で。いや、よかったです。もう、すみさんの夢が叶うなら。<laughs> もでもね、そんな。<laughs> なあ、やったらね、猪木アジセンと一緒ですよ、そうですよね東洋人にね、誰かアジとやるやつはいないんかということでね、リップサービスのような感じで、モハメド・アリが言ったら、そこに食らいついたのが、アントニオ猪木やった、そうですよね、そのハンセンさんの関係者から、大阪でちょっと時間あるんやけど、誰か収録やつはおらんのかと、そういう話が、藤井さんのところに来たんですよね。 飛びついたのがいや本当に前もお話したかもしれないですけど私は自分の記憶が一番最初僕の記憶どこから始まるかっていうたら本当にスタン・ハンセンが新日本プロレスから全日本プロレスへ移籍した移籍する前ですかね 正しく言うと正確に言えばそのお突然全日本プロレスの世界最強タッグリーグの決勝戦の時ですかね倉前国技館ファンクスとブロディスヌーカ組が試合をするという時にブロディスヌーカー のセコンドとして、はい、花道からスタン・ハンセンが出現れた、はい、新日本プロレスのエース外国人のハンセンが全日本プロレスの花道から現れて、でその時僕、あの、全日本プロレス中継夕方からやってたんですけど、多分56年やったと思うんですよ。はいはい、す56年の12月やったと思うんで、はい、で僕まだだから、ね、年中組やったはずなんですけど、<ー>その時の私は、本当に台所にいる母の勝子のところに走っていって、<laughs> お母さん大変ハンセンがハンセンが全日本に現れたって言ったんですよだからもうその時点ですでに僕はプロレスを見てたはずなんで,すうです、ね、見てて新日本のエース外国人やってるのは分かってたんだけれども、うん、そのね前の記憶っていうのは、うんうん、なんかね点でしかないんですよね<ー>そこからずっと線でつながってるんですけど,ど、はい、確かにハンセンが僕ね坂口誠二とシングルでやってたりするのを見てた記憶はあるんですけど。はいうん なななんんかおぼろげな記憶なんですよんでも絶対ずっと見てたんですよね、はい、ただそこが明確に記憶してるのは、うん、そこから僕の人生は始まるんですよその最初ですよ。 大事件。僕の。そんだけ衝撃やった。いや衝では、もう、例え、それにとって、大衝撃な事件でした。もん大衝撃ですよ。ね,えね、もう。僕、あの、その話をね、うん、えっと、杉作寿衛太郎さんに話して、この実はね。ハンセンが KBS 局出てくれるんですよって。この遺跡の、この話をしてたら。うんはい、いや、あの、新日本から全日本への遺跡は。 おそらく世界で最大の人事異動でした、うん、素晴らしいですよね,ね本,当本当にあれ以上の人事異動、ね、ないんじゃないですかね、い,ねいろんなんそプロレスだけ関係なくね、はい、プロ野球のトレードとか。はいはい そいろいろありますけど、政治の世界でもいろいろで、離合集散繰り返しますけど、ないんじゃないかなって。なかったでしょうね、あれでだいぶ時代がころっと変わりましたからね、新日と前日の立場がちょっと変わったかも分かぐらいのあれ引き抜き戦争が終わりました、終結しました、もう最後のラスボスですからね、そうですよ。でももあのの時他選手はみんなねう 移籍してさよならっていう感じやけど、犯罪真面目やからね、キャンセルの書類を出して、1万5000ドルちゃんと全日本に払ってるんですよね、だから、新日本に、だからすごいやっぱりね、真面目な性格なんですよね、ちゃんと、結構ね、プロレスの世界って、長州選手も新日本から全日本行って、また新日本に戻ってくる時ねその師匠に当たる師匠を書く、マサ・サ選手は、 切れに何の意味があるみたいな契約切れにやいや、めちゃめちゃ意味あるんで、僕らの仕事からしたらね、僕らの仕事否定するんで、こんな髪切れに何の意味がある、俺たちを縛る、こんな髪切れにみたいなことを言ってて、みんなそうだそうだってプロレスラー言ってたんですけど、ちゃんとね、キャンセル通知書を作って、もう違い方形なんですよ、契約書なんて関係ないのが。 プロレス会議会議あったんですよね。立技<で>な男ですよも。もう会場で何回も阪神戦争の試合は見てますけど、はい、まさかね、うん、そういうもう至近距離です。吉本の会議室やから会議室かも応接間ですよ、うん。お前な、ね<ー>心臓麻痺横子さんになったね。ハートアタックをね。心配ですよ。もうその日は、うん、そのお。 ハンセンセさんは、はい、奥様とお子さんと一緒にまあ来日されてて、はいろいろ全国でトークショーされるんですよね、はい、でその中の一環でその心配の渡辺さんとトークショーしてその前に、はい、ら時間いただいて、はいでえー、あと通訳の方も同行させてて、はいそ,うね、そうなんですよね どんだけ、どんな質問をできるか、これはちょっとね、今まで質問したことのないような質問したいですよね、ここでではそうすねありきたりの質問ではなくて、ハンセンスもね、答えづかれてると思うんですよね、最後、結構、全国各地でトークショーしてますから。 我々のこのプロレスロマン界ならではのそんなん初めて聞いてくるでしょそうやねもうアホみたいな話あれでもいいですやんもう聞きたかった本音をつけましょうよこのあと CM のあとその質問案を相談しましょうよいやいよいよですよ3.14はい ンセンハセがやってきます日本で一番知名度の高いプロデュースですよ。んね、違うチンカン、ブレーキの壊れたダンプカー、ー <laughs> はい、何を聞くねん、すよ <laughs> スタン・ハンセンに何を聞くねんっていうね、<laughs> う今まで一番聞かれてるのは何でしょうやっぱりライバル、自分のメータグパートナーとかね、ベストパー,のアートナー、でベスト、戦ったベスト、ライバル、誰か。誰か そこんとこは結構多かったでしょうねおそらくアンドレセンのこととかね。アンドレセンのこと。ベイダー戦のこと。ベイダー戦のこと。でラリアートどうやって思いついたか。あるいはラリアートの継承者誰が一番ラリアートを継承者としてベストかとかそういうことは聞かれてると思うんでそこを省いていってそうですね。 でまあ、まずあの私が質問したいのは、はい、この前の放送でも言いましたけれども竹内義和先生が目撃したと言っている <laughs> 気になって知らないの梅田の映画館 OS ですかね、梅田 OS 劇場ですかね、はい、でそこに、えー、<laughs> アンドロイドジャイアントと片をくまんばかりの勢いでやってきたスター・ハンセンがあの血のバレンタインという映画を見に来て,てびっくりしたという話は、はい、それを聞いてみたいなと。 ののトーークショ中で聞いてなかった覚えてないじゃないですかでもねアンドレと映画見に仮に行ったとしたらそんなないですよねないと思いますね日本でいろいろ巡業行ってる時にまあ新日本時代ですよね全日本でも世界最強タッグ晩年のアンドレが来てた時はかぶってたかもしれないですけどあの頃2人が映画行ったと思えないんでそうね そうですね、その話はちょっと映画の題名もいいですねうちのジョニー・バレンタインいうのはねジョニーはいるんですよプロレスファンしか分からんギャグを藤井さんのプロレスギャグが出ましたねいやこれ題名覚えてますよねうちのジョニー・バレンタインうちのバレンタインっていうのをこれは絶対必ずしましょうありがと私がざい 健さんもともと高野俊二さん、新日本プロレスで活躍し、全日本プロレスでも活躍し、だから本当にハンセン選手と同じような履歴を持つ。 日本人とは思えないような長身のレスラーでいらっしゃるんですけれどもあの方が僕ツイッターフォローし合ってて3人か4人しかフォローなさってないんですけどなぜか私をフォローしてる謎の杉作さんとの絡みやと思うんですけど杉作さんのイベントでオンラインのイベントで何度かご一緒したことがあって。 それでその経緯でフォローしてくださってると思うんですけどいろいろコメントくださったりリポストしてくださったりされてるんですけどその中でハンセンさんが来ますって言ったら「スタンが来るんですか先生」メッセージがす来て普通リプライが来て聞いてほしいこととしてスタンは。 ランディーバースと仲が良かった。あ,あ、そうですね。<ー>ランディーバースのことを聞いてくださいと。ランディーバースとスタンハンセンとテリーゴディと、うんはい、当時高野俊二。はい、高野さんで四人で飲み行ったことがあるす <laughs>、はい。おお、すごいメンバーですね <laughs> これね。そうそう それ、多分おそらく1986年か87年ぐらいじゃないですかって言うたらなんでわかるんですか先生、その頃だよあの二人が、その全員が被るのってそのぐらいの時期なんですかそういうバースも日本で活躍してて高野選手が全日本にいてデリー・ゴディも参戦もいてっていうのは。 だからそこはちょっと聞いてみたいなと。85年ですよね、阪神が優勝した,、ね、勝したのがそうです、ね、1985年、昭和60年なんで、ね、当然そうで、ね、そううででねなんですよ高、うんうん、野選手が全日本にいたのは、多分86年ぐらいかじゃないですかね、カルガリ・ハリケーンズが、うん、全日本にいてましたら多分そのぐらいかなと思うんで、ホタ人は何を、何質問事項、何があのか。 もっと若い時のデビュー当時のこととかをね、なかなか質問されてないと思いますんでね、ラリアットを使う前はどういう技を使っていたのか、何が必殺技だったのか、いやー、うちみんなね、ラリアット関連のことばっかり聞くと思うんですよ、ラリアットの前に何使ってたんですか、なかなかないと思いますでしょう。 一回昭和50年に全日本プロレスに来日初来日するんですよ厳密に言うと最初は全日本やったんですね。でこの時って藤井さん見ておられると思うんですけど記憶あると思うんですけどあんまりパッとしなかったしその翌年もういきなり WWF 当時 3WF ですかねマルチのチャンピオンに挑戦してそこで首折り事件で。 もう一月で,うで、ね、もうトップに出るんですけど、えー、その間に何があったのかっていうのうああこの間 <laughs> その間に何かあったのかなって<ー>そう目覚めたこう,こう 覚醒した何かターニングポイントみたいなのがあったのかっていうあそうか、そうか、あれ気になりますか、1976年にさまざまなのに、首を翌年に新日本に初登場よね、その時きに、新と上田がちょうどタッグを組んだんですよね、同じシリーズで、メダカで、だからすごいタッグが新日本に実現したんですけど、その時初代にしたハンセンが。 猪木はやっぱりもうその当時もタイガー・ジェット・シンとの戦いがちょっとこう色あせてきたような感じでもう完全に半戦にターゲットを絞ってメインをもう4試合メインでシングルマッチやってるんですよようう時ででそ,うそうなんですよだから猪木もやっぱりかなりその実力っていうんですかねその成長力を認めとったんじゃいますかね。うんなるほど そこのハンセンの入場するときにボルロープで暴われてっていうところのあの影響は誰に受けてるんですかこれね当然タイガガジェットシーンですよねですよねこれまた面白い話があるんですよえシンさんがね最近電話連絡あってまたシンカー電連絡あったんですよほんでハンセンは腕のことをすごくいいことを言ってくれるとそうしてサーベイドを カーベルに変えたとか、俺の入場シーンをいろいろいいこと言ってくれただから俺はハンセンとこの年になって、今、話をしたいから、すぐに連絡取ってくれということでね、その二人の内容、話した内容とか、すっごい気になるんですよ、連絡取ったんですか取よ、ほんで、藤井さんがつないで、そう、ほんで、ハンセンのユミ奥さんが了解しましたということで、二人、話したと、長々と話しとったい言うから。 その一部一部をちょっと聞きたいっていうのあ、それいいですね。その他の人聞かないです。シンとこの時代にどんな話をしたんかみたほんであの聞く権利ありますよ。二人を備えた。ゆみさんもオッケーしてくださったからね。はい。そうか。はい。これすごいねあの当時の新日のビッグスリーですよね。エンドでシン反戦。そのシンと反戦のそのどんな懐かしい昔話をしたかというのわ。聞きたいなあというのをその往年のメイレスラーがでそういう。 ハンセン選手とシンはそのタッグを組むっていうことはもしかしたら新日本時代あるいは全日本で何かあったかもしれないけどそういうイメージはないけれどもまあそれは巡業で一緒になることはあったやろうし何回もあったやろうしっていう中でその辺のね僕らが見えてるこのリングの上で見えてる人間関係と違う人間関係もきっとあるはずで,で尊敬もあるやろうし。 ライバルシーンもあるやろうし、はい、そうですよね。半戦、ね、にブロディのことを聞くのは、うん、まあみんな聞くと思うんで、やっぱりタイガージェットシーンのことを聞きたいね。<laughs> 聞きたいね <laughs> 今すごい顔で、聞きたい、ね、<laughs> いやいいですね。いいですね。ねあとはその半戦選手に他の選手のことを聞く、他の選手、うん、あるいはそのプロレス関係者のことを聞くんであれば誰になりますかね。えっとそうですね。まあボブアップは,僕はジェットシーン、はい 天竜さんのこともやっぱりし頭あの失神事件あったでしょあの時もプロレスの境界を越えたほんまもう意地と意地の張り合いっていうかねそうですよねあこまで熱くした天竜さんでやっぱだから反戦を失神させたんですよね円ん罪りでだからサンドイッチた顔面に当ったんれで失神してまあ恥をかかされたと思ったのか大暴れしてその後と控室まで殴り込んでいったっていう。 だからジャンボとはそんなに熱い試合しなかったけど天竜とは人間対人間の熱い試合をしてるんでね。でタッグんである時期もありましたもんね。ね。そっか天竜さんどういうことをほかでは聞かれてるのかなでもその初期のプロレスのキャリアを積む最初の初期に。 ね焦点を当てるっていうのはいいかもしれないですよね、そもともとだからね、そうなんですよね。うん、で、初第一の時のファイトだったらほんまにもうパワーだけのレストランであって。えー 当然、アマリトで、えー、ドリー・ファンクシニアに、アはい、やっぱりドリー・ファンクシニア、テリー、ドリーに育てられたんだから、はい、シニアっていうのはこのドリー・ファンクのお父さんですよね、はい、シニアもうね、もうなんか、誰もこの日本中でも話した人少ないと思うんですよ、そ、はい、らく。そのドリー・ファンクジュシニアの人間的なこととか、<ー>どういう人でやったとか、はい、どういう教え方をしたとか、えー、そういうとこをね、ちょっと一回聞いてみたいなっていうのも一つ、今回。 なるほどあすね師匠ですもんね。師匠ですもんね確かにそこの結びつきっていうのはハ戦のプロレススーパースター列伝にもシニアとの関係出てきてなかったですかねどうでしたっけファンクスのはが当然出てきてましたしねそうですねそこまで書いてなかった気がしますねシニアとねシニアはドリーの回でファンクスの回でいっぱい出てきましたね。 そういう意味であ、あ,あそっか最近またあの映画あるでしょエリックの映画ですね,ですねエリック・ファミリーの映画がねうんあれはちょっと見たいね見たいですよねエリックのところも行ってる行ってダラスますよねダラスも、ねねはい、行ってますね,ってますねテキサス州ダラス我々で、ねうん ダラスといえばもうそのフリッツフォンエリック、うん、鉄の爪フリ,、うん、フリッツフォンエリックとその子供たちのファミリーのねことを思い浮かべますけど一般的にはだからケネディが暗殺されたね、はい、場所なんですけど暗殺といえばアマリロですからねアマね,あ、まあ、ねそうなんかそういうなんかか<あ>もうほらプロ,プロレスでを通してそのアメリカの地名を学んだ人間ですから、はい、<laughs> 勉強させてもらいましたよね勉強してうん。 もう先生ですよね。またこの阪ンと阪神もそうですし。まあそうよね。ちょっと我々のね。うん、そういうこのそのそこですね。ちょっと聞きたいということはい。ああ、やっのはい。ベストになった最初の頃ということですよね。うん。あとはね、しょうもないあれだけどね。あのセンさん初代にした時に、あの東京 到着した時に東京の街を見た時にここがねゴジラが潰した街やっていうことが第一印象だったらしいんですよ。ということはもうゴジラを知ってたんです今の「ゴジラマイナスイチ」を見たんかその感想はどうですかとだからそういう日本にあれだけライ日されてるんで日本の好きな映画あるいは日本の役者そういうのを聞きたいですね。聞聞いいいいたたたことなもんきですねぜひ僕がお願しのは ハ戦にリクエスト曲をお戦のリクエストした曲を流すというのは今はないんじゃないですかないです日本のラジオ局の中でタイムリーですよそれがでその洋楽なのかあるいは邦楽なのかアイドルかも分からないし奥さんがね日本人ので日本の曲もいっぱい聴いてるかもしれないです多分奥さんに近い感じのアイドルが好きやったんかなというのを察しますもんねやっぱりなんか似てるアイドルっていらっしゃいますいや <laughs> ピンとこないですけどね多分おそらくそういうのを口からこう言ってほしいですねそうですよね桜田淳子とかね <laughs> <さ> <laughs> 山口桃江とかね <laughs> 山口百恵は昭和五十…五十六年…五十七年、ね、50で,です、ね、もうちょっと五十六年ぐらいかなまあ、ね、だか五十六年とかだったらさセイコちゃんとかになるのか,ち,んかちょっと時代がないもっと前っていうことですよね,ねでも私日本に来たらもう五十二年とかなんで、うんね それ以降の日本のことはかなり詳しいと思うのでイメージ的には朝のゆうこちゃうかなていう感じすごいですね、浅野ゆうこすよ。チョイスしたらびっくりしますけれどもまあでもね、本当にあの聞きたいことはたくさんあるんですけれどもこれを3月11日の夜ですからね14日までにわれわれ LINE グループで練り上げて練り上げたんがこれかよって思われました。 大人が大人が三人ね三人寄って何聞いたんねスタンハンセンに何を聞くなるかもしれないですけどもなんとかね煮詰めていきたいですね楽しみですそうですねうまいこと言っていいんですけどねちゃんと話聞いていいんですけどねほんまに吉本の部屋ちゃんと取れてるかな取ってるはずなんですそっからかい曲いきましょう坂本龍一格闘技セッション格闘技のテーマ 藤海さんはいついにこの日がやってまいりましたはいもう爆発しそうです心臓がもうずっとサンライズが頭の中で鳴りやまなかったですそうですねもうこの日にねもうもうダメだ僕どんどしゃべれないかもしれない目の前にいてますスタンハンセンがはい今夜のゲストはスタンハンセンさんですウィーイ <laughs> こんな日が私の人生にやってくるとはと思うんですが、ようこそ日本へ。もう日本本にに戻っててここれれ当に光栄でですすおそらくですねなんかこれユースを ラジオ記念すべき初のラジオでのユースは,は KBS 京都京都で流れている「隅田竜平のハマグり顧問の編という番組でして KBSKBSKBS <laughs> いやいやもう,うす我々こそ最高でええー、あの 私あの弁護士の墨田隆平と申します弁護士だって聞いて、非常に残念ですなぜ残念なんでしょうか。<laughs> Why? Uh, joking. <laughs> で,すあであの、ラジオパーソナリティラジオ DJ もやってまして。So ワクワクしてます。でもう本当になんかもういろんな質問に答えられて嬉しいです。<laughs> 光栄です。あの京都の番組なんですけれども、おあの。

uh was uh, one of the major towns and uh, I can remember uh, uh, you know wrestling there a few few time, a number of times but uh, it was always uh, a good wrestling town so that's what I remember a little bit about it まあ試合しているとなんかいろんな大きい町から小さいところまでね。まあ、いろんなところもあってあの試合するわけなんですけど、まあ、京都はなんかメインポイントとして、何度もあの試合してます。はい、そういういいいここで試合した思い出ははありまますね京都不立館 <laughs> Would you and then we move you know the next day so uh, I, I I can't picture uh, the building itself but I uh, I remember a lot of historical things in Kyoto really interesting to uh, you know to uh, me でも、なんか似たり寄ったりの中建物で、<laughs> まあ結局ね、あのそこから入って、そこから出て、次の町に行くよっていう、あの行くような感じなんですよね。ただ、京都に関しては、その会場以外のところで、いろいろなんかまあ、ちょこっとあのミニ観光みたいな感じで、なんかいろいろ歴史的なものとかいっぱいあるじゃないですか、はい、そういうのは覚えてますね。はあ、ンンさんって清清水だ清水寺寺 ヒ、ね、ヨミズ寺、would you remember that? You went with Bruiser Brody? Oh, oh, yeah, 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 yeah. <laughs>、oh, yeah, yeah, yeah. That's right. They yeah, took some pictures, everything. You know,、uh, a few times Brody and I got to go out and、uh, With the to take そうですね。あのブロギーとまあいくつか回ってまあだい,いその時は記者と一緒に回ったりそで,でそれでなんかまあ写真撮影とかやったことはありますよね。あの今日は大阪で収録してるんですけれどもこのこの,このお建物の近くのソエモン町っていうところあるんですけどそこの焼肉屋で昔ハンセンさんが50人前、うん 焼肉を置いておいて食べたっていうのをアナウンサーの古舘一郎さんがおっしゃってたんですけど本当ですかね <noise> <noise>

And you ate fifty people's worth of yakiniku, but the next day you were already eating steak again. Yeah, I, I, at one time I was really uh, I ate a lot of uh, steak and meat, and I, I loved I loved the yakiniku, and I loved the you know the Kobe beef, and uh, just great great meat over here, and オビ I I <laughs> そうですね、一時期、本当にもう肉ばっかり食ってる時期がありまして、はい、でもうもちろん焼肉も大好きだし、神戸ビーフも大好きだし、見てのとおり、いまだ,だになんか日本にいらっしゃる時に、オフの時に映画見に行ったりしたことありますか Uh, when you come to Japan to work, obviously you have a couple of <laughs> off days, travel days, and things. Have you ever gone out to see a movie? Oh I, yeah, I used to go uh, to the movie a lot, actually, because uh, uh, a lot of times we travel, we travel early, and most times we'd get to the to the next town uh, at one o'clock, around one o'clock, and. Uh, the show wasn't until five thirty or whatever, so we had like four hours to kill. And uh I used to go to the movie time and time again and uh one of my uh main guys that I went to the movie with was Andre the Giant. He loved to go too, you know. <笑><笑> あの次の街に移動すするわけじゃないですか、はい、で到着があの早いんですよ、午後の1時だったり、そうするとなんか会,場まで会場が5時半だったりするので、4時間とか空いたりするんですよね、時間つぶしによく映画は見に行きましたけど、その中でよく一緒に行ってた相手っていうのが、あの、私の知人の竹内さんという人が、ハンセンさんとアンドレさんが1981年に、 大阪の梅田の映画館で血のバレンタイン。マイブラッド。えー、マイ <My bloody S 1> ブラディ。マイ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 ブラディ。You know, I think that's the. Where's the movie theater? <laughs> At the, when I get to the hotel, <laughs> and but and Andre loved to watch uh, watch movies too, <clears throat> and so I'm sorry. <clears throat> and anyway, we. Uh, I, the, the question was. Do you well, remember going to see My Bloody Valentine down in Nevada? <laughs> <laughs> you know, I saw a lot of bad movies. I, you know, I can't remember that one per se, but uh, I saw a lot of good movies, but uh, there's a lot of movies that I've never ever heard of or seen again. そうですね映画はよく見に行ったりはしてましたので、まあ、そ,その時っていうのはなんかちょっと覚えてはいないんですけど、はい、よくホテルに入ってねあの映画館はどこですかって聞いて、ええ、でアンドレもなんか映画、うん、見に行くのが大好きだったんで,、はい、でそれでもう,本当もう数々、いろんなものなんかいい映画も見ましたし誰も聞いたことのないような,なんかそういうマイナーなものも行きましたしもういろいろ行きましたからね。はい じゃあ、ねそ,ね、その竹内さんが言ってた本番だったんですね。うん、その目撃した1981年、43年前にそれを目撃したってことをいまだに言い続けてるんですよ。43年前に、お友達、i 友達、お友達、お友達、お友達、e 友達、お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 友達、a 友達、お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  e 達、お友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 達、 当ょう。本当によくアンドレとは一緒にもう映画鑑賞してましたんで <laughs> もそれがないと、ね、なんかずっとホテルで急にボートしていても面白くもなななんかしないと退屈なんでよく映画を見に行ってましたね。当時は。<ー> So he would always pull from the lobby of the hotel. Uh, he, I mean, uh, the movie theater. He would pull uh, the big bench out, the, the, out there, and set it, and he would sit on the bench and watch the movie because he couldn't get into the chair. だからよくロビーとか,なんかその映画館にあるなんかソファーみたいなものをわざわざ中まであの引っ張り込んで,でソ、はい、ソファーで座って見てるんですよ。えぇー。 だから多分50回ぐらいはなんか映画見に行ってますね、光景。<laughs> で、もうで時と場合によっては同じ映画、もう何でも何でも,も見えることもあるんですよね。TV TV もう、We t even watch TV. ホテルの部屋にいても退屈ですし、なんかテレビ見てもね、なんかそんな大したものもやってなくてで、なんかもう面白いもの見ようと思っても、なんかお金払わなきゃいけないやつじゃないですか。だかまあそうすると映画になっちゃいますよね。いや、mm、もう、a ういう e も e いですし、もう、映画になっちゃいますよね。 それはそうですねで、まあ。映画見てたら字幕ついてるわけじゃないですか、はい、現地の人も分かるように。ただ、自分たちとしてはなんか字幕見なくても、そのままなんか聞くことができるので、まあ楽しかったんですよね、so、it it was good. あの大阪は阪神タイガースの街なんですけど、uh, yeah. はんあのハンセンさんはランディ・バース選手と。 You know, Osaka is the town for the Hanshin Tigers, and we right. remember Randy Bass, of course, and we understand that you were friendly with him. Yes, yeah, I, uh, you know, uh, I like the Hanshin Tigers because Joe Gucci San, uh, that was his favorite team. He was the referee for uh, all Japan for many years, and uh, his favorite team was the Hanshin Tigers. So I, always, I kind of got the. 阪神 you know.、ね、タイガースのファンになりましたっていうのはなんかあの全日本の城口レフリーが一番好きなチームだったんですよね。はい、で、その関係でいろいろ教えてもらって、ジョーさんに。で、それをで知って、好きになって、でまあ、後になんかそれでね、ランディー・バースと。 I don't, I don't uh, remember exactly how, how we ended up meeting, but he uh, uh, somebody told me he says, "Oh, you know, the, there's a baseball player from the Hanshin Tigers that, that he looks a lot like you. He's a big guy, you know." He's got kind of blonde hair and everything, and he, he looks a lot like you. And on the other side, I come to find out, you know, Randy Bass, uh, he actually was told, "Oh, you look like that wrestler Stan Hansen." So we we were familiar with each other without ever meeting until we finally met. あの正直言ってなんかどういう経緯でなんか会ったのか誰の紹介だったのかちょっとまあその辺はちょっとよく覚えてないんですけどよくあの会う前は。 なんかブロンドヘアでこんななんか頭体がでかくてなんかもうこんな風貌のやつがいるんだっていうふうに聞かされてたんですけどあの向こうも向こうで <laughs> いやスター・ハンセンっていうレスラーがいてなんかお前に似てるんだよって向こうも言われてたらしいんですよだからすごいなんか親近感が湧いてたっていうかなんかもう本当に出会ったときからお互いを知ってたようななんか気分でしたね。去年そのあのバース選手は活躍して 優勝した時以来38年ぶりにタイガースが日本一になったことはご存知ですか Yeah. <laughs> <laughs> I mean, he he did so good, you know, and uh, I was uh, I got to know him uh, pretty well, and uh, I mean, we we would see each other in other parts of Japan, you know, if he was there, I was there, we would get together, and uh, good guy, and uh, I'm glad, I'm glad the Hanshin Tigers won. そうですねあの結構、なんかあの僕ら移動するわけじゃないですか、はい、同じ街にいるとき、まあ、重なるときだって結構ありますよね、えー、そういうときはなんか必ず会ってましたね親、えーまあ、しくなって、まあ、とにかく、まあ、阪神タイガースが優勝して嬉しプロレスの話も聞きたいんですけれども <Okay. S 3> あの私は今。<and> 今からあなたと試合するっていうラリアットされたクます僕もリタイアしてるん、ね、で引退してるんでもうそれはなしです、はい、あの私47歳なんですけれども <47. Wow. S 1> 私の記憶はあのハンセンさんから始まるんですよシングル「ハンセン」さんが新日本プロレスから 全日本プロレスに移籍して1981年の世界最強タッグ蔵前国技館ブルーザー・ブロディ選手とジミー・スヌーカー選手のセコンドで出てきた時に5歳だった僕はあまりにもびっくりしてその台所で夕飯を作ってたお母さんに「お母さんハンセンが全日本に来たよ!」って叫んだとこから僕の記憶が始まるんですよ。<laughs> <laughs> it, 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 the, the first memories that he has in life is from the time he was five years old, and obviously, you know when it's going to be. It's when you left New Japan. You went to All Japan for that big tag tourney <laughs> uh, at the Kuramae Kokugikan, the right, sumo yeah. arena. And uh, Bruiser Beast Brody was with Jimmy, Jimmy Snuka, Snuka, and then you came from behind. Yeah. And, and he ran into the kitchen and said, Mom, Mom, oh, my God, Stan Hansen is in All Japan. <laughs> and that's where his memories start from. He doesn't remember anything before that. That's, wow. That's his first memory. ハンセンさんが新日本のエースっていうことはその時点で分かってたんですけど記憶としてずっと点が線になったのはそれ以降なんですよその5歳の時の強烈な思い出だから僕の人生は本当にハンセンさんから始まってるんです OK, so he knew that you were you know, like the ace gaijin and everything in New Japan but it was such a big deal when you had come over that, that it left such an impact and a mark on him that e l l never forget that and that's kind of when his、uh, Uh, he can remember that far back just to that point that's when it starts his wow. memory yeah yeah it was uh, it was big news you know and uh, uh, i was uh, happy to be there and uh, anyway ended up uh, working for all japan and john baba for 25 years you know so you know it was it was a big deal and and i got a chance to get with brody and いやビッグニュースでしたよね、その時で、そのブローリーとも組むことができて、でそれで馬場さんと一緒に、結局、なんだかんだで25年、一緒になんかあのもうそこで全日本でできて、もう非常になんかハッピーでしたねあの。僕のようにずっともうハンセンさんを見続けてた。あの プロレス不安少年ののプププロロロレレレススス多いと思うんんんでですすけどハンセンセさん自身は子供の頃プロレスをご覧になられてたんですか OK, not only him, but a lot of people like him have been just the first time they saw you. They've been following your career forever.、Oh, thank you, thank you. When you were small, did you watch wrestling? You know, I mean, this is a true story. The very first thing. I remember watching it on television, uh, back in the ni 1955 or something like that. We, we finally got a TV, my family and, uh, not every, every family had a TV back then. And we got a, we got a TV. And the very first program that I can remember watching was a wrestling match. 自分が初めてテレビで見たものがプロレスだったんです<ー>っていうのは、なんか恐らく1955年頃だったと思うんですけど、あの家族でテレビを購入したんですよ、はい、でもそ,その時代っていうのは、テレビって珍しかったんですよね、ええ、どこの家庭もなんかあるわけではなく、でそれを買って初めてつけた。

あのテレビ番組の視聴率の中ではもう圧倒的にプロレスがナンバーワンだったんですよ。 フィニッシュも覚えてるんですよ。相手の腕をつかみ、そこの。で、その、なんか腕の下を、もう一、もう一本の足で擦りつけるんですよ。これでガリ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 。それで、なんか、ギブアップ取ってるんですよね。で、あの技は、前にも後にも、一度も見たことない。んさはその技使ったことないですか。そう、you've never used that move in the ring。 でも必ずそんなことやったらなんかみんな腕を引っ張ってカードしますんで、uh, <laughs> そのハンセンさんが子どもの頃テレビで見てたプロレスの中で好きな選手いらっしゃいましたか high school and then uh i started what you know you'd see because uh terry funk and and dory funk they went to west texas and i had a connection to uh west texas so i, I watched that on saturday afternoons so i で高校になってからですね、はい、また少しずつ見始めたのは。で、その頃はやっぱりファンクスですよね、テリーとドリーですね、ウエストテキサスで。はい。 でそれで、結局自分はアメフトで結局、大学はウエストテキサスに入ってで、まあ、ファンクスはなんかもうそこのテレトリーでやってるわけじゃないですか、はい、それでいろいろ知ったんですよね大学も、あれなんて言うんですかねあのスポーツでタダに入れるの,のあ奨学金いあれでなんかアメフトで入ってるんですよウエストテキサスに職業としてプロレスラーを選ぼうと思われたのはその時ですか Was that about the period in time where you decided to take on professional wrestling as your career? I, I think, uh, you know, later after, you know, I, I was there to play football and I played football four years and then I uh, tried professional football for a couple of years. Yeah. And then after that, I, uh, you know, ended up through Terry Funk yeah. getting into the wrestling business. まあそ,うですね、そこではなんか4年間アメフトをやってでその後数年間プロとしてちょっと頑張ってみたんですけど、はい、その後です、ね、あのファンクスの関係であの、まあ、プロになることを決意しましまたねそのプロレスラーになった時の目標のレスラーっていらっしゃいましたか Well I think that uh, I think Terry Funk was the the, the guy that I, I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  got to know him so I think through knowing Terry I wanted you know I was from Texas and I was a cowboy and so I I think I emulated probably copied him a little bit in his style you know

彼はすごくいい選手だったんで、もう全員いい選手でしたけど。ディック・マードックとタッグで、MSG タッグリーグ、ね、新日本プロレスで出られましたよ。<え>確かにそうですね、I ve, I ve forgot, 新日時,時代でしたね。 はい、もうそういう巨体300ポンドぐらいの巨体選手の中ではなんか一番もう上の方に入るてあのいいレスラーだったんじゃないでしょうか、うん、あのマードック選手をはじめあのいろんな選手とタッグをハンセンさん組んでらっしゃいましたけど一番やりやすいパートナーは Okay, uh, so obviously we were tag team partners with Dick Murdoch, but you tag teamed with a lot of other guys. Yes, yeah, I did. who's the easiest to work with to have as a partner? Uh, you know, uh, I really liked uh, Ron Bass. Ron oh, Bass? Yeah, oh. Ron Bass was a you know, good guy, uh, good talent. Uh, he was a cowboy, you know, he... He was a cowboy guy. You know, so you know, we we got along well. Uh, I'm trying to think over here. Uh, you know, there was different people. I guess I'm trying to. Yeah, I mean, there were, uh, there was a number number of people that I ended up. You know, I ended up uh, teaming up with Hogan for a little while.

Who lived in the States, but he was from Japan. And uh, he was a, a real shooter and everything. And he ended up breaking Hogan's leg the first time I think he, they went and trained. Hogan, who, like, a of Hiro, Matsuda, と練習しててるる足を折られてるんでですよねスパリングでだから結構ホーガンもなんか辛い思いしてやっぱり強くなってますよね。But that あんなことされたらやめていく選手はいっぱいいると思うんですけど、あれでも続けてね、だから本当になんか彼のハートっていうのを物語ってますよねあの1999年の4月13日に、東京ドームで日米レスリングサミットで、うんえー、ハンセンさんとホーガンさんがメインイベントで対決した時に、僕、中学生で、もう本当にあの夢の対決やったんで、めちゃくちゃ興奮して、うん。うん あの、okay, uh nineteen ninety nine, April twenty-third. Okay, Tokyo Dome. <laughs> the wrestling summit. Right. Okay. Uh, you uh, had a singles match against Hogan when right. he was five years old. Oh, five five uh oh. ah He was in junior high school and that has made such a mark and an great impression that one singles match uh, what do you have anything to say about that match? Do you have any memories? Or? Well, I, you know, I, 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 what I remember, I had many matches, but the, mm. you know, those kind of mm. you know stick out too, you know. But mm. uh, it was a combination mm. of uh, a, a all Japan, New Japan, and everything mm. together, right? Mm. And. Uh, new york uh, yeah. wwf you know was involved in it and everything too so uh, i wasn't even supposed to be on that card i don't yeah. think i'm pretty sure i wasn't on the card originally but uh, some kind of problem and everything and uh, john baba asked me he yeah. says oh, we need you to wrestle hogan and really you know yeah. Okay, if you want me to so uh, that's how I got into the match and uh, You know it, it ended up being a, a good show So this <laughs> まあ、いろんな試合し,し,してますけどね、はい、あの試合でなんかまあ特徴があるのはなんかもうあれはなんかあの新日本スタイルと全日本スタイルとあと WWF も絡んでなんか本当にカクテルみたいな感じの興行だったんですけど、はい、あの試合っていうのは本当は僕出る予定ではなかったんですよ。 Yeah, right. そうなんですよ。テリー・ゴーディのはずがなんかまああるトラブルで試合出れなくなってで急遽なんかまあ直前でなんかババさんの方からあのちょっと方岸と試合してくれないかっていう風にババさんに言われてあ,あはいわかりましたじゃあ僕が出ますっていう感じで出てるんですよ。だから最初から組まれてたわけではないので。 So I mean, this this sounds a little kind of braggadocious, but uh, you know the the ticket sales mm -hmm. wasn't going that good, mm -hmm. and uh, you know so uh, they put me on the card against Hogan, and uh, like in about four or five days they sold like about thirty thousand tickets. You know mm -hmm. they really did good. まあこんなこと言うとなんか自慢話みたいな感じになってしまうんですけど、正直言って、チケットの売れ枚数が、それほどよろしくはなかったんですよ、正直言って、売れが。で、自分のなんかカードが決まって、自分が入ることになり、なんか、なんか4日とか5日ぐらいで、なんか、もうそれでなんか3万枚ぐらいなんか伸びたっていう話は聞きましたけど、は。い Because, you know, uh, Hogan and I, we were partners at uh, in, in New Japan, so a lot of people knew our history. So it was really interesting that all of a sudden we were going to, uh, you know, fight. So a, a lot of people were interested in seeing that. And he was New Japan and I was All Japan, so we were separate at the time. まあ、いろんな意味でなんか興味深い一戦だったんじゃないですかだってあのホーガンとの接点といってもチームを組んでの対戦するんじゃなくて組んで新日本でやってたし、はい、でその時点では彼はどっちかといえば新日本の選手で自分は全日の選手じゃないですかだからまあそういう意味ではおもしろいで対戦するっていう組むんじゃなくて対戦するっていうことだったので、まあ、そういう意味でもなんかまあ興味深い一戦だったんじゃないでしょうかね。あの ホーガン選手のアックスポンバーはもうあのどう考えてもあのハンセンさんのウエスタン・ラリアートからインスパイア受けてできた技やと思うんですけど本当にあのウエスタン・ラリアートっていうのは発明だと思うんですよねあんなシンプルでインパクトのある技っていうのはプロレス史上なくて本当にあのなんか火薬とか羅針盤とかの発明と並ぶぐらいのすごい発明だと僕は思うんですよ。<laughs> Okay, this is. This is a good one. He says uh, it, in Japan, if you remember, Hulk Hogan's finishing maneuver yeah, was yeah, the Axe Bomber, and that was obviously inspired by your yeah. finishing move. But he thinks that since you're the one who kind of invented, you're the inventor, and that was like one of the greatest inventions of anything. I mean, that was it's so simple yet so powerful and effective, and it's almost like you know inventing a record player or something. Right. You know, it's like a major invention. Yeah, you know, I, I mean, I was the very first, uh, you know, person to, and I named it the lariat because that uh, is uh, a Western term, you know. That's mm. or, you know, cowboy throws the mm. the lariat, the mm. rope, and mm. gets the cow and everything. Mm. So yeah, so I, I I I started using that, but because that was a a move in uh, football. Mm. And back then, they outlawed uh, the the clothesline. You know, you couldn't you couldn't do the lariat in football because of uh, the danger to the you know people's neck and everything. So, I just kind of used that as uh, developed it as my wrestling move. なんかウエスタンの名前ですよね、あのまあ、要はギナワのことですよね、牛を捕まえる、あ,のあれのことをラリアートっていうんですけどね、もともとはアメフトの技なんですよね、まあ、アメフトではクロスラインという言い方をするんですけどあの、なんか昔は使われてたんですけど、途中からあのダメになっちゃったんですよね、あのもうアメフトはもうあの技、使えなくなったんで、はいはい、反則になっちゃったんですよね、あ,のあまりにも怪我にが続出しちゃって。はい だからまあでも、アメフトではまあこれダメになったとしてもプロレスでは使えるわけですからまあそれででプロレスで使ってましたねそのあの初めて使った試合とかって覚えていらっしゃいますかももう何千回も使ってるんであ すぐにはなんか思いい出せないですけどおそらく使い始めたのは日本じゃないですかね。そうですね。はい。全日本プロレスに最初来日なさった時ですかね。その時ではないです I だって試合に勝ったことないですよね、初来日 <laughs> の件で。気になっているのは、ハンセンさんがウエスタン・ラリアットをフィニッシュホールドにする前、うん、使う前はどんな技をフィニッシュホールド使ってらっしゃるんですか Before the Western うん。そんなにいいフィニッシュはなかったんですよね。あのフォール負けがフィニッシュみたいな。はい、その前は。あそれほど勝ってないんですよ。あ,あれが出てくる前は。I, I, you know I did。you know、uh, the western way is you know a bulldog you know where you run and you drop somebody's head into the map.I I I might use that a little bit, you know, but、uh, I didn't have one until I. まあ、あるとしてもブルドキングヘッドホックでした、だから本当にラリアートができるまでは、それほど勝ってないんですよ、うん、多くの選手が、ハンセンさんのラリアットが今まで受けた技の中で、一番ダメージを受けたと、うんえー、天竜さんも、前田晃選手、昨日お会いされたと思うんですけど、おっしゃってるんですけど、うん、ハンセンさんの中で、一番ラリアットの受けっぷりがいい。うん Lariat? Oh. Okay, you know, a lot of the Japanese guys, a lot of the people say that uh, a lot of your uh, recipients or victims or whatever you want to call it who took the lariat says you have hands down the best lariat, the the, the most dangerous lariat, Good. the most painful <laughs> lariat, like Tenyu or Maeda, who you just met yesterday. Yeah. Uh, so. I'm going to go back to the second one. Now that's the recipient. You're the one who's giving it out, okay? Uh, who was the best to do it to, or how, who, uh, who did you do it to that made you feel the best? What was the most uh, rewarding after you took somebody's head off? Each guy that I did it to. <laughs> yeah. I, I, I used it. I tried to use it when I it was absolutely the finish of the match. I didn't want to use it ten times. I wanted to use it one time. So I I, I didn't do it many many times in a match. I tried to. If I did it once, that was it. 本当に決めようと思っているときにしか使っていないので、まあ、あの技は大事にしているんですよね。そんな一試合でなんか10回も何回もやっているわけではないんですよね。だから、ここぞとばっかり、なんかもうこれで試合を決めてやろうという、本当にあの決めるときにしか,なんか出せなかった技ですよね、あれは。 Protect the lariat. I, I, I didn't want to use it too early in the match, you know, where the guy would be able to keep going, you know. I wanted it to be the finish. And, and I, I think I protected it well, you know, by doing it that way. だからラリアートっていうのが大事だったんで非常になんかもうあの技だけはなんか大事にしてきましたねだからもう初っぱなからなんか使う技ではなくもういきなりなんか始まってすぐ使っちゃったらまあ相手回復する可能性もありますよねカムバックもできますよねだからそういうふうにならないように本当に決められる時にあれでしとめるような技にしてたのででももう非常にずっと最後まであの技は大事にしてきたと思います。 あの私は子どもの頃から、まあ、大人になるまでずっとハンセンさんのラリアットを見続けててもう、ね、あの興奮して熱狂し続けてたんですけどいつもハンセンさんのもう手のひらの上で僕ら観客は踊らされたと思うんですけどそういう,うだから観客を熱狂させるコツというかそういうのをつかんだ瞬間っていうのはあるんですかね Um, uh, he's been always excited watching your matches, ever since he was a little boy, all the time, up until now. Thank you. Uh, when you always seem to be able to control the crowd in the palm of your hands, everybody gets excited and pops and you, you're like totally in control of that venue at the time. What is kind of like, what do you have to do to actually do the crowd control and, can, you know, be like the master of the universe in that arena? Well, you know, uh, other than after the match and if I won the match or something, me, go, you know, going, you, you know, youth or whatever, you know, I, I never, I, I did not play to the crowd. I think I, I focused more on, on, on the match itself and my opponent. And I think that came across to me more than you know some people like want to look around and get a reaction and, and and I did that a little bit but I was really conscious of of just focusing in on my opponent なんか決めたあととか、ユースって言ったり、まあ、そういうことをしましたけど、他の人と違って、基本的に僕は客をあんまり意識したことないんですよ、うん、本当に試合のことばっかりで、試合に集中して、あんまりなんか、お客さんっていうのは見えてなかったですよね、うん、だから逆になんかあの、それがちょっとお客さんに伝わった部分っていうのはあるんじゃないでしょうか。あ,ーあ,ーあのー リングの上でこれは絶対にしないでおこうとか、うん、ご,あのご自身でルールとして決めていらっしゃったことはか多分ルールはなかったと思うで、ね、<laughs> 無法者でしたね。 作るべきだったんでしょうけどね <laughs> <laughs> あの。ハンセンさんはもうこの花道に入場してくる時からこうロープを振り回してあれがもう僕ら子供の時大好きでわざと叩かれに行こうとして近くまで寄ってギリギリ叩かれへんぐらいのところで逃げてっていうのをやってたんですけどあの入場シーンっていうのは誰かの影響を受けてらっしゃるんですか You know when you were coming into the ring you came in with a bull rope you with the cowbell and right. everything you're swinging it around, and they as kids we all loved that stuff and we'd we'd always play chicken we'd go as close as we can and just <laughs> before the rope was about to touch you we'd run the hell away uh, how did that happen that entrance the way of entrance does anybody influence you or did you see something how, how how did that come out Where did that come out of I don't know i i, I think it that's the way I ended up. よく覚えてないんですよね。ただ、なんか眼鏡外した時はもう何も見えないんで、もうリングに向かって直進してで、目の前に邪魔なものがいたらそれをどかさなきゃいけないわけですからね。I, mean, I, you know, I ended up hurting ended people you know, a lot of fans too, and up lot lot too a a of of some of them be younger kids and everything and I I felt bad about it uh, afterwards but you know it, it it didn't change it didn't change I said this is the way I'm going to do it you know I uh, I watched Tiger Jet saying the very first time uh, second time I came to Japan and before that I, I saw the butcher how he went to the ring and they both influenced me, but Tiger more than, uh, than Butcher, because uh, Tiger could go, you know, and he, he was in good shape and could go. And uh, I said, well, that's the way I'm going to do it, and, but only with the Western, Western cowboy style. 試合終わった後は、少し罪の意識っていうものが、はい、ありまして、僕あの、ファンも何人も怪我させてるんで、子供まで怪我させてしまったこともあるんですよ、ただ、なんかそのスタイルを崩すっていう考えもなかったし、で昔、タイガージェットシーンとか、ブッチャーの入場とか見て、まあまあ、自分もあんな感じでっていうのがありましたし、まあ、どっちかっていえば、ブッチャーよりもタイガージェットシーンでしょうね、うん、彼の方がコンディション良かったし、もっと動き回ってたんで。はい そのタイガー・ジェット・シン選手とあのここでいらっしゃる藤井さんが間に入って、うん、タイガー・ジェット・シンさんとハンセンさんが、うん、あのこの前電話でお話しなさったって聞いたんですけど、うん、タイガー・ジェット・シンさんとどんな話をなさるんですかね <music> <music> いや、これは最近の話でしょうか最近の話でういや、最近の話でしょ y かいや、最近の話かかでしょうか最近の話はい、最近の話でしょうかはい、最近の話うい、最近でしょうんでしょかはい、最近の話でしうかはい、最話でかはい、最近のんかはい、最近の話でしうはい、最近の話でしょうかはい、最近の話でしょうかい、最近でしょはい、最近の話でしかはなん話かは話でしょうかかはい、最近の話でしい、でしょうかは evidently word got back to tiger jet saying that i always said you know tiger jet saying was instrumental when i saw him that first tour for new new japan i said man that's i want to develop something like like him だからなんかそれでなんか話が彼に伝わったのかな、自分はよくインタビューなどで、なんかあの新日本の最初の来日の時タイガー・ジェットシーンの入場を見て、ああ、自分もあれぐらいインパクトのある入場ができたらいいなみたいなことは何回か僕、言ってるので、たぶんかそ、その関係でなんかコンタクト取りたわったんですかね。

Well, uh, I'm I'm glad they uh, they think that. That's all I can say. You know, I I, I wouldn't think in to try to. I wanted to be my my style and whatever that is. And if they looked at it that way, then you know I'm glad they did. まあ、そう,そうなんかおっしゃっていただけるとすごい光栄なんですけど、まあ、別になんか人気投票を取るために、そういうふうにしてたわけじゃなくて、うん、本当になんか自分のスタイルを大事にして、なんかもうそれ,それでもう行きたいっていう、うん、そういう気持ちから出てくるものでしたね、あれはあのハンセンさんの座右の銘というか、なんか好きな言葉ってありますか。 Yeah. Yeah. それぐらいです最後にあのハンセンさんの、えー、曲をリクエストしていただいてこの番組でかけようと思うんですがお好きな曲ありますか イーグルスのホテルカリフォルニアですね、すね聞いていただきましょうか、最後にあの全員でユースを、もう一回いいですか。あっという間にエンディングでございます、松並さん。はい いや、ハンセンさん帰られました。あ、もう感動ですね。<laughs> 本当にもう熱くなりましたね。もうプロレス小僧に戻りました。いや、本当そうですよね。はい、あの、ちゃんと藤井さんはアテンドして、はい、吉本から松竹へ。<laughs> 今、ちゃんと <laughs> <う>アテンドするから。黒米と。黒米、はい、と。豊か <laughs> のごとく。うん、本当に、あの、昔ね、えー、長州力が藤浪辰爾に勝った時に、あのー。 言っったたことあったじゃないですか俺にだって幸せな、でしたっけ俺にだってこんなことがあってもいいんじゃないかみたいなこす、ね、こんな幸せがあっていいんじゃないかみたいなことを言ったことがあったんですが、まさしくそんな日ですよね、はい、僕ら、ねね、僕も松田さんにとってもね、<laughs> はい、いやー、まさかでも竹内先生の目撃談が本当やったと <laughs> <laughs> はいえー、皆さん、えー、お楽しみいただけましたでしょうか。 では来週もお聞きください。せーの、ハマグリハマグリ。